なんだこれおい、はい、お願いします。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後になんだこれおいと締めるのがルールです。はい、はい、ラジオネーム三平。ごく稀に可愛い剛力彩芽ちゃんが健直子とほぼ同じ髪型で M ステに出演し、他の芸能人と間違えられたことはありますかという質問に対してこんなことを言ってやがりました。街で男性が能年玲奈ちゃんのポスターを見ながら、あれ剛力彩芽じゃないって言ってたんです。ショートカットだから間違えたのかな。おい間違えた男性、お前ちょっとこっち来い。ゴーリキとノーネンちゃん間違えるってどういうつもりだこの野郎。ゴーリキに余計な赤っ恥かかせやがってよ。まああれか、ホラン千秋と蓮舫の区別もつかねえタイプか。年いくつだ、80以上のクソジジイじゃなかったら許されんぞバカが。メガネスーパーで遠近両用の金縁メガネ買ってこい。なんだこれおい。どっちが好きなんだよ。どっち、誰のファンなの、ね、結局っていう、ね、全員的に回してるみたいな感じですよね。なんで剛力彩芽ちゃんってあれなんだろうね、ネットとかで嫌われるんだろうね。ねえ、なんでだろうね。ねえ、うん、あんな子なんで嫌うんだろうね。なんかあれなのかな、アニメのとかなんかまた私の好きな作品に あの子出てますみたいなんであれなのかな、叩かれてんじゃないのかな、違うのか。どうなんだろう、なんだろうね。やっぱあのダンスなんですかね。あダンスいいじゃんね。うん、まあ、全然わかんないんだ、うん、俺その辺の感覚俺全然わかんない。まあそんなことして有吉はまさか剛力彩芽のことが好きなのであろうか。前半このまとめだね。このまとめのパターンでいくねこれ。ラジオネームワギナーマイク。有吉さん、お、またこれだ。天使すぎるアイドルとして今話題の福岡のご当地アイドル橋本環奈さん15歳の野郎が。野郎がじゃねえんだよ。第6回沖縄国際映画祭の発表会見に登場し、自身が1000年に1人の逸材と呼ばれることについてこんなことを言ってやがりました。1000年に1人の逸材なんて全然そんなことないんですけど、話題に取り上げていただいて、いろんな年代の方から話しかけていただくことが多くなりました。これからも本当に応援よろしくお願いします。当たり前だろ、名前切ってんじゃねえぞてめえこの野郎。1000年も生きてない童貞のキモオタがほざき出したことに簡単に乗っかるマスコミが気持ち悪いですって言い直せクソガキ。お前が聞いたことのないような隠語連発して俺のチンコ水つけて泣かすぞおい。なんだこれおい。見せつけたらね、本当にね、冷たい目で見られてね、お前が泣くことになるから。よラジオのペケミニ、はい、アリオさん、イタリアの種馬を名乗り上げるダバこと料理研究家ベリッシモ・フランチェスコのケジラミ外人が写真週刊誌に AV 女優とラブホテルでの密会をスクープされ、相手の AV 女優がこんなことを言っていました。ツイッターで毎日のように誘われて会ってみたんですけど、セックスは至ってノーマルでした。前日に明日は可愛いティーバッグを履いてきてねと言ってきたり、私のアンダーヘアを見てなんで剃らないのってやたら聞いてきたり、会話も秋葉系って感じであんまり上手じゃなかったなぁ。私が彼女を作らないのって聞いたら、めんどくさいからいらないと言っていました。と会話もセックスも下手くそなことをバラされてしまったベリッシモさんですが、以前ツイッターでこんなことを言っていました。愛というのは愛されることよりむしろ愛することに存在する。お前愛のない雑なセックスしかしてねえくせして、どの口がこんなこと抜かしてんだこの野郎。間抜け面ぶら下げてイタリア人、やめろこれ。間抜け面ぶら下げてイタリア人がてめえ思いのセックスで日本の畑荒らしてりゃな、そりゃ AV 女優もベラベラ喋るってもんだよ。これが日本のおもてなしだ、ざまあみろハゲ。てめえの股間のベリッシモじゃな、AV 女優の下の口は塞げてもな、上の口は塞げなかったな。ドブスの肛門についたミラクって出直してこい。なんだこれおい。汚い文章だな。相当怒ってますよ。怒ってますね、うん、ベリッシモな。ジローラモに比べてやっぱベリッシモってやっぱちょっと軽いんだよな。やっぱりね、しょうがないですね。ラジオネームラクダ。有吉さん、経営者や一流サラリーマンが読む雑誌プレジデントにて有吉さんの名前が出ていたので紹介します。
特集名は50賢人、賢い人ね、50賢人が選んだ2014年稼ぐキーワード、医学博士や東京大学教授などの賢い50賢人のうちの一人がキーワード、ピンの時代として語っていました。2013年売れたのはピン芸人、土田晃之も有吉弘行も劇団一人もそう。トリオやグループだとどうしても考え方が甘くなるけど、ピンは一人で勝負するから根性が違う、乗り越えてきた修羅場が違う。偉そうなことは言えないが、これからは会社の世界も一匹狼の時代だよ。コメディアン上島竜兵責任者出てこい賢人の対局にいるドポンコツじゃねえか依頼したプレジデントも終わってるけどな、受けた太田プロも太田プロだおい有吉、恥ずかしい真似しないように上島の保護者としてちゃんと見張ってろ。しかし豚の死骸にしては言ってることはまともなんだよな。はあ、はあ、さては安田さんだな。安田さんがなら賢人としても納得です。今後も佐村豪地にとっての新垣新垣さんのごとく上島竜兵のゴーストライターとして頑張ってください。なんだこれを新垣さんだっけ、新垣、新垣さんだよね、うん、こんなのやってたんだ。いやー面白いあとはもう一個ぐらいやって終わろうかな、はい、うん、ラジオネーム車に構えたちびっこ、クソチンピラ軍団ことエグザイルのボーカルアツシがソロ新曲のミュージックビデオでダンスを初披露してやがりました。また今回のミュージックビデオは歌、ダンス、お芝居にも挑戦させていただきました。3つのシチュエーションでそれぞれ違うキャラクターを演じてますので、ぜひその辺も注目して見ていただけたら嬉しいです、とアピールもしっかりとしてやがりました。黙れチンピラグラさん、ボーカルとお前が踊り始めたら後ろでいつも踊ってる大勢のバカバックダンサーどもの存在意義なくなるじゃねえか。だいたい CD だと声しか聞こえねえんだから、そもそもバックダンサーも必要ないだろ。そんなに踊りたかったら盆踊り踊ってろ。なんだこれひどいよ、ひどいね、いい加減してくれよ本当に。以上です。